皆さんこんばんは、田中理恵です。今日も一日お疲れ様でした。アニメの原作本を紹介する真夜中のささやきのコーナーです。今日は菊池秀幸さん原作のヴァンパイアハンター D をご紹介いたします。強力な妖怪、妖獣どもを対象にするハンターほど雇用額は高くなる。吸血鬼ハンターの相場は最低でも1日5000ダラスだ。ちなみに旅行用の圧縮食が1パック3食分100ダラスである。少女は思い決したように言った。1日3度の食事、それから私好きにして。青年の口元がかすかにほころびた。からかうように、俺に抱かれるより貴族の口づけの方がマシかもしれないぞ。そんなんじゃないわ。突然少女の目に涙が光った。私は吸血鬼になろうが誰に抱かれようが構いやしないのよ。そんなもの人間の価値とは関係ないからね。でもそんなことどうでもいい。どうなの、来てくれるの。怒りと悲しみが交錯する少女の顔をしばらく見つめて、青年は静かにうなずいた。よかろう。その代わり一つ断っておく。何？何でも言って。俺はヴァンピールだ。少女の顔が凍りついた。まさかこんな美しい人が。そういえば美しすぎる。